どうも、ことのはあおいです。どうやら11月21日にとうとうアーケアバージョン 6.0 が来るらしいじゃないですか。さらにさらに、そのすぐ後には劇中前コラボも控えているときた。これでしばらくは動画ネタには困らないな。やったぜ。それで現段階では、バージョン 6.0 のメインストーリーパックについての情報が少しずつ出ているわけなんですが、本日11月14日に発表されたのが新しいパートナー、慈愛。イラストレーターはウニコラボ書き下ろし楽曲のアトラクティアのアートワークを描いた人ですね。というかこれ今見てみると慈愛ちゃん、まんまアトラクティアのアートワークの子じゃないか。襟のフリルとか、ここの髪の流れ方とか全く同じだよね。アトラクティアの子が本当に慈愛ちゃんだったら、運営はメインストーリー最終章より前からメインストーリーアクト2の構想があった可能性が高まるんですけど、どうなんでしょう。まあそれはともかくとても可愛らしいお顔をしています慈愛ちゃん。これはかなり人気のパートナーキャラになりそう。ですが一部のアーケア民はそんな可愛らしいお顔よりも、ある部分に注目しています。それがここの部分。これは、なんだ?いや私これ最初は薄ピンクのズボンっぽいものを履いてるのかなとか思ったんですよ。でもこれどう考えても素肌じゃないですか。ということはこの子、もしかして下着を履いてらっしゃらない?でもまあ、冷静に考えたら過去に覚醒ルナちゃんとかいうもっとすごい子がいたので、そこまで驚くほどのことでもないんですよね。だからまあこの部分に関する動揺は一旦解決するわけですよ。ああまた過去も決まってる子が増えたんだなって。でもこの慈愛ちゃんのすごいところはそれだけじゃないんです。それがここの部分。これは、一体どういうことなんだ?よーく見なくてもすっごいスカート履いてませんかこの子。へその高さくらいまでスリット入ってますやん。このスカートで履いてないってめちゃくちゃやばい。いやまあ履いてたら履いてたでそれはそれでもっとまずいような気がしなくもないんですけど。それを考えると逆に下着を履いてる方がエッチなのか?ちなみにこの画像を最初スマホで見たとき、自分の目が信じられなくてわざわざ PC 起動して、4K モニターで拡大して確認しました。確認した結果、やっぱりすごいスカート履いてるなということがわかりました。あまりにも側面が無防備すぎる。エトちゃんにもこれ履いてもらいたい。個人的アーケア服装エッジ度ランキングを作るならこの子はぶっちぎりでトップティアーだと思います。初期対立ちゃんの謎の脇腹アーキー賞を超えるレベル。というか長年アーケアやってきて初めて思ったことなんですけど、この新パートナーが発表される時に毎回あるこの表示、切実に消したい。エッチなゲームみたいに右クリックか左コントロールキー押せば消えてくれるかなとか思ったけどダメでした。おとなしくアップデされる21日まで待ちます。くそ。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。